長宗我部元親の躍進を支えた優秀な弟、高宗我部親康。皆さん、こんにちは。今回の歴史じっくり聞こうは、高宗我部親康について紹介していこうと思います。土佐の出来人と呼ばれた四国の雄、長宗我部元親は、土佐を統一し、四国平定をほぼ成し遂げました。その躍進を支えていた一人が、弟である高宗我部親康です。長宗我部氏の外交面を担い、戦場でも活躍した彼の存在は大きなものでした。しかし、彼を失ってからというもの、長宗我部氏は衰退へと向かうのです。親康は一体どんな人物だったのか、じっくりと解説していきたいと思います。長宗我部に生まれ、高宗我部に養子入り。親康は天文3年1543年に長宗我部国親の三男として生まれました。兄弟は長男が元親、次男が吉良定方、四男が島親益となります。周辺の豪族に養子入りして勢力を広げていくのは当時のやり方の一つでした。そのため親康は弘治4年1558年に高宗我部親秀の養子になったといいます。諸説あり。ところで長宗我部と高宗我部って似てますよね。これは鎌倉時代に地頭としてこの地に入った長宗我部氏の先祖が長岡郡曽我部郷に定住して曽我部氏を名乗ったものの、近くの上郡にも同じ名を名乗っている部族がいたため、それぞれが長岡の長、上の甲を名字に取り入れて長宗我部氏と高宗我部氏になったのだということだそうですよ。養子入りにも一悶着。高宗我部氏は長宗我部氏と同様、土佐に割拠した有力豪族土佐七雄の一つでした。しかし近隣の安芸市や長宗我部氏の圧迫により徐々に衰退していたところだったのです。この事態を打開するため、高宗我部親秀は長宗我部氏から養子を迎え、なんとか家の存続を図ろうとしたのでした。親秀は嫡子を戦で失っており、養子として実弟の秀道を迎えていたのですが、親康を迎え入れるにあたり秀道には身を引いてもらおうと説得します。ところが秀道は親康を養子とすることで実質上長宗我部氏に吸収されることに猛反対。すでに跡継ぎになる実子もいたということで頑なに抵抗したそうです。そこで親秀は秀道を暗殺してしまったのでした。これに関しては親康自身には何の非もありません。後に彼は秀道の子を取り立て、ゆくゆくは自分の後を継がせようと考えていたそうですよ。阿波信仰の拠点に配置される。一方親康の兄元親は父国親の没後、開眼したように着々と土佐統一を進めていきます。親康のすぐ上の兄吉良親定も吉良氏の養子に入り、長宗我部氏は勢力を広げ、親康もまた親定と共に長兄を助けていくこととなるのでした。永禄12年1569年に安芸国虎が元親と対立して滅亡すると、その居城安芸城、高知県安芸市に親康が配置され、後の阿波信仰の足がかりとなりました。そして天正3年1575年の四万十川の戦いで元親が一条兼定に勝利して土佐統一を成し遂げると、長宗我部氏の野望は今度は四国統一へと転じるのです。長宗我部の外交官として活躍。元親が阿波信仰を開始したきっかけは、末帝の島親益が阿波で殺害されたことでした。このため長宗我部軍は海部城、
徳島県海部郡海陽町を落とし、ここに置かれた地下安によって阿波平定が本格的に開始されたのです。地下安はすでに立派な兄の右腕だったわけですね。地下安は戦に参加するのはもちろんのこと、長宗我部氏の外交面を担うという重責を果たしていました。かつて安芸国虎は地下安を窓口とし、元地下に降伏を申し入れようとしたとも伝わっていますよ。また織田信長との交渉に当たったのも地下安でした。元地下の長男信地下の信の字を信長からもらい受け、烏帽子親にまでなってもらったのもひとえに地下安の交渉があったため。安土城に自ら赴き信長に謁見もしています。この交渉の中で地下安は信長から元地下への四国切り取り次第という朱印状をゲットすることにも成功しています。信長の手のひら返しで大ピンチ。ところが突然信長は手のひらを返して四国切り取り次第の約束をほごにし、土佐と阿波南半分以外は自分に差し出すようにと命令してきます。しかも四国征伐の軍が編成され、長宗我部氏は大ピンチに陥ってしまいました。地下安の交渉がすべて無駄になってしまったのです。しかしここで本能寺の変によって信長が倒れるというラッキーが舞い込みました。これによって長宗我部氏は再び四国に集中することができるようになり、阿波に残る三好氏との中富川の戦いに臨み激戦を制しました。この戦いで地下安は先陣を務め、三好方の祖豪正康と対決し勝利に貢献しています。秀吉の前に屈した長宗我部氏、その後地下安は再び外交官としての働きを見せています。信長亡き後は柴田勝家、織田信孝陣営とやり取りを交わしたほか、他の武将との窓口になっています。四国からなかなか外に出ることのできないことが長宗我部氏の不利な点でしたが、他陣営との外交により存在感を発揮しようとしていたのですね。しかしそんな柴田勝家らも豊臣秀吉の前に敗れ去ると、今度の秀吉の標的は長宗我部氏となってしまいました。天正13年1585年に始まった四国征伐では、地下安は牛木城、徳島県阿南市を守りましたが、あまりにも秀吉の軍勢は大軍でした。市場が次々と落とされていくのを見て敗色濃厚と見た地下安はこの城を放棄し、兄のいる土佐へと戻っていったのです。こうして長宗我部元親は秀吉の前に屈し、土佐一国のみの領地となってしまったのでした。なんとか外交面で兄を支え、長宗我部の四国での覇権を目の前にまで引き寄せていた地下安としては非常に悔しい思いだったことでしょうね。地下安の死で誰も元地下を止められなくなる。天正14年1586年、秀吉の九州征伐がある意味長宗我部氏の運命を左右することとなります。辺月川の戦いで元親と共に出陣した嫡男の信親が討ち死にしてしまったのです。大ショックを受けた元親は全てにおいて意欲を失い、家臣たちの意見にも聞く耳を持たなくなってしまいました。信親の後継者に息子元親にとっては孫森親を指名したのですが、これに反対する者たちを次々と粛清するなど、どこをどう見ても暗訓化していってしまったのです。この事態に地下安はおそらく胸を痛めていたはず。すぐ上の兄吉良親貞はすでに亡くなっており、元地下にかろうじてブレーキをかけられるのは地下安だけでした。しかし文禄元年1592年には朝鮮出兵で渡海中の地下安の嫡男近氏が沈没すると、翌年に渡海しようとした地下安までもが
出立直前に急死してしまったのです。まだ51歳でした。これにより暗君家の一途をたどる元親に還元できる人物はいなくなってしまいました。そして長宗我部氏はゆっくりと凋落へと向かっていくこととなるのです。まとめ1。長宗我部氏に生まれたが高宗我部氏に養子に入った。2。養子入りに際しては高宗我部家内ではかなり紛糾した。3。兄長宗我部元親を助けて土佐統一に尽力した。4。長宗我部方の外交官として織田信長とやり取りするなど重責を担った。5。信長が本能寺の変で倒れると阿波の三好方と交戦し勝利に貢献した。6。秀吉の四国征伐の前に無念の思いで城を放棄した。7。都会直前に急死し暗君化する元親を止められる存在がいなくなってしまった。親康は生前暗殺された高宗我部秀通の子を跡継ぎにすると言っていたそうです。なかなか言えることではありませんよね。そしてその秀通の子中山田康義は家督を辞退し家臣として仕えることを選び親康の後を継いだ定親の補佐にあたりました。親康の気概は康義にこそ受け継がれていたのかもしれませんね。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、もしよかったら登録よろしくお願いします。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。